はじめちょっとね僕の中ではかなり珍しい題名で始めさせてもらうんですけれどもはじめ社長さん。なあな,なんか休止中から復活したということでまあ、その復活した時の映像を見たんですけれどもまあなんか2つ気になるセリフがありましてもう俺はやりきって。 よみたいなセリフとあとちょっと今後何をしていいか迷っているみたいなね言葉があったんですけれども一つ僕の方からちょっと意見を言わさせてくださいまず一つですねこれテレビとかで考えるとそうだなと思うんですけどはじち社長さんの動画にまあ脚本家とかシナリオライターとかですねディレクター的な存在の人を 一人雇っっったらどうううかなてていうふうに思ってますでテレビなんかでもそうですけれども皆さんが好きな芸能人の方がまあ楽しそうに何かのゲームをやってたりとか、まあ、旅番組に出たりとかしているじゃないですかでもあれってその芸能人の方が直接企画してるわけではなくて番組のシナリオ全体のシナリオを考える人がいたりとか脚本家であったりディレクターさんがいるわけですよねこういう企画をやるんだということで で、もう、はじめ社長さんは、まあ、すごい顔も有名になってるし、まあ、今、日本で一番有名なね、YouTuber さんのうちの一人なので、まあ、もうタレントとして生きていくっていうのが、まあ、もうずっと続けていかざるを得ないと思うんですよ。で、他の仕事を、まあ、例えばカメラさんであったり、脚本とか編集に関しては、人を雇ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。 で逆にそれを分業することによってはじめ社長さんがタレント的な意味でねまあそちらのその出る方に集中できるんじゃないかなっていうふうに思ってます。であとまあ今後何していいか分かんないっていうことなんですけれどもまあ絶対あのそうは言いつつもずっとね延々と動画を撮り続けることだとは思うんですけどもまあ一つのそのまあこれ歌手であったりスポーツ選手であったり まあ芸能人の方でもそうですけれどもいわゆる極めきった人が次に何やるかっていうのを考えるとおの、まあ、ずとちょっとこう答えみたいなものが見えてくるんじゃないかなと思うわけですよ。でまあじゃあ結論から言うと何かっていうとそのはじめ社長さんが、まあ、新たな若手のユーチューバー r を、まあ、これから芽が出る出るかもなとかねあこいつはすごいみたいな YouTuber をまあ はじめ社長が発見してプロデュースしていくっていうようなことをするのはいかがでしょうか。まあ、これもちょっと僕の中でこれをお話しする理由がありまして、要するにその、一番トップになった人が、今までこう、YouTube っていう、まあ、全体のこのメディアにお世話になったわけじゃないですか。じゃあ次何したらいいかっていうと、次でやっぱ種をまく人になるっていうのが、本筋なんですよね、本来は。 もちろんそのトップであり続けることもいいと思いますだから今まで通りのねこれまで通りの面白い動画を作り続けるのも手なんですけれどもそれと同時にですねこれからこう目が出ていきそうな若手をはじめ社長さん自身がプロデュースしていくこれがね僕次にや,やるといいんじゃないかなと思ってますでこれ逆にねはじめ社長さんじゃないとできないことかもなとも思うんですよ で後追いでもダメで要するに人気が出てきた YouTuber を紹介してもダメでもうそうじゃないんですまだ芽が出ていないまだ誰にも知られていないような気の狂ったね気の狂った勢いのあるユーチューバーをプロデュースするっていうのはどうでしょうかもちろんねこれ若手 だけじゃなくていいんですよもう60代とか70代のな70代のパソコンの使い方もよく分かりませんみたいな感じなんだけどとにかくこう人間として面白いみたいな人がいたらそういう人を見つけてきてプロデュースするっていうねそういうのどうでしょうかで絶対初め社長さんがね紹介したらあのプロデュースになると思うんですよ。で やっぱりそのはじめ社長さんの優しそうなね人柄に惹かれてまあいろんな人がね周りに集まってると思うんですねだからそういう人間関係の中でプロデュースしていくっていうのはどうかなと思いますあともう一つその女性関係についてなんですけれどもまあそろそろねはじめ社長さんもその一生を共にするね女性をもうそろそろ見つけてもいいのかなっていうふうに思ってまあこれはおせっかいな話なんですけれども。 じゃあそのユーチューバーっていう生き方をまあ貫くためには伴侶となる人はそのユーチューブに対して理解がある人じゃないとちょっと厳しいわけじゃないですかだから逆にその動画編集能力があるとか、まあ、一緒にね仕事できるような人が奥さんになる、まあ、彼女から得て奥さんになるような形だとすごくこういいんじゃないかなって思いますなんかこうね思ったのがまあか,かわいい だけで芸がない女性よりもちゃんとそのユーチューバーであるはじめ社長さんを、まあ、支えてくれるような人の方がまあその合ってるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよねでまあこれはこんなことはおせっかいなことだよって思うかもしれないですでまあここに関してはここで終わりにしますであとですねもう一つはちょっと話長くなっちゃってすいませんあともう一つが ええと、はじめ社長しかできないことなんだろうって僕なりにちょっと考えたんですよ。<laughs> 勝手に言ってろって話だけどね。お前、お前、はじめ社長と何の面識もないくせに勝手に言ってろって話なんですけれども、あのもう一つは、はじめ社長さんのその知名度を活かして、 あの日本のもう超硬い中で潰れそうな商店街を救うとかあのまあちょっとそういう旅番組的な、ね、企画であったりそのなんか地域を盛り上げていくような企画や,やるのはどうかなっていうふうに僕思ってますそう、ね、はじめしゃち社長ぐらいにあのそんな何百万人もねチャンネル登録者いるとなればあのはじめ社長が動くとそのものすごい数の人が同時に動くと思うんですよ。 でちょっとねそこまでやるのは動きづらい身分になってしまったとは思うんですけれどもね今となってはでもなんかそのこう人の流れみたいなものを逆手に取ったすっごい潰れそうな商店街をにちょっと人気をこうもう一回、ね、回復させるようなことだったりあのもう超過疎化で困ってる限界集落とかをですねこう応援するような企画とか もうもしくはね、被災地に行くとかだけでも、ものすごいね、被災地の、あの、ま、熊本でもね、東北でもそうなんですけれども、被災地の方も、ものすごい、こう、喜ぶと思いますし、まあ、その、元気をもらえると思います。で、まあ、ちょっと、物申すって最初に言ったんですけど、別に、別に喧嘩越しでね、批判しようとか、そういうことではなくて、まあ、ちょっと、いろいろ、その、今後のね、 なんか足しになったらいいなっていう感じでお話しさせてもらいました。はい、ありがとうございました。